大泉洋が主演を務める月川賞監督作『DearFamily』の主題歌がミセスグリーンアップルが本作のために書き下ろした『Dear』に決定楽曲入りの最新予告映像が解禁された動画『ミセスグリーンアップル主題歌『Dear』は血に足がついて芯が一つ通っているような楽曲『DearFamily』最新予告 世界で17万人もの命を救ったイヤブ大動脈内バルーンパンピングバルーンカテーテルの誕生秘話を実写化する本作生まれつき心臓病疾患を持っていた幼い娘しみに突きつけられた余命10年という宣告どこの医療機関でも治すことができないという現実そんな絶望の中小さな町工場を経営する父信正はじゃあ俺が作ってやると人工心臓を作ろうと立ち上がる 娘の命を救いたい一心で人工心臓の開発を始め、その後、世界で17万人もの命を救うことになるイヤブバルーンカテーテルを誕生させたその秘話を、主演に大泉洋、大泉演じる坪井信正を支える妻に菅野美穂、心臓疾患を持つ娘に福本理子、家族を支える姉妹に川栄里奈、荒井美和を迎え、月川小監督がメガホンを取る。 さらに、松村北斗をはじめ有村架純、三井市県上杉周平、徳永え里、三島慎之介、戸田直らが出演する。この度、 主題歌アーティストをミセスグリーンアップルが務めることが明らかに、大泉洋とミセスグリーンアップルの大森元希、ボジ g のタッグは、第74回 NHK 紅白歌合戦での特別ステージ以来、その国民的タッグが再度、主演かける主題歌という形で実現した。主題歌、リアは不可能なことを成し遂げようと、どんな時も歩みを止めない家族の背中を押すような前向きな歌詞と壮大なアレンジが印象的な楽曲となっており、 左胸の鼓動を感じてる右の脳で明日を夢見てるという歌詞からも生き抜く使えの前向きなメッセージが感じられるミセス・グリーンアップルは本作は全て実話ということで全ての出来事の先にバルーンカテーテルが生まれたと考えるととても感慨深いです目の前にある現実の大きさは計り知れないものですが家族の皆さんの絆の強さを感じて胸がキュッとなりました事前に資料をいただき 拝見してから楽曲を制作したのですがすごく泣けましたとてつもないエネルギーや生きる活力のようなものをいただきましたとコメント楽曲については主題歌のリアは壮大で爽やかな印象ですが地に足がついて芯が一つ通っているような楽曲です歌詞も今まで表現したことないようなワードが入っているのでそこにもぜひ注目してくださいと話している 岸田プロデューサーはミセス・グリーンアップルの主題歌起用に関し、この映画は作りたいだけの映画ではなくて、届けなくてはいけない映画、だと考えています。という言葉と共に主題歌のオファーをさせていただきました。ある家族が願った切なる思いが世界中に広がって、そして今もなお、その思いは輝いていき続けている。 実話を元にしたこの映画には単純に感動的な音楽がエンディングを飾るだけではダメだと考えていて、リアファミリーが持つ熱量が欲しかったのです、とオファーの行きさつを明かす。そして、初めてデモ音源を聞いた時に最後のピースがハマったと実感しました。決して悲しいだけの物語ではなく、愛と熱意が突き抜けて、希望が生まれる。この楽曲の鼓動が、次へ、その先へ、 と私たちの背中を押し、新しい未来に向かわせてくれる。この映画は最高の音楽と共に終幕します、とコメントした。さらに、主題歌を使用した最新予告映像、90秒、が初解禁。医療には全くの無知だった町工場の男とその家族が、余命10年を宣告された小さな娘を救いたいその一心で、どんな困難に衝突しても未来へ向かって諦めずに挑んでいく。 そんな力強い実話に正面から向き合って制作された楽曲、Dear が家族の物語に寄り添う。映画、Dear Family は6月14日全国公開。